今日と明日とね、あと2日間だけで、計4回の講習時間、単位が残っていますので、それで今までやってきたことを再確認するのと、あとまた実習の復習とその続きですね、をやっていきたいと思います。で、最初、セルフ使い、もうちょっと皆さんよく理解しないといけない部分があるかと思いますので、セルフ使いを見ておいてください。で、いつでもこれ見るとき、分かりやすいのは感覚器官と肉体ですから、6番と9番ですんでね。そこで確認して、このセルフ使いっていうのは、自分のことなんだってまず思わないといけないです。人ごとじゃなく、自分はこういうからくりを持った生き物なんだっていうことですね。そうして、その次に着目したらいいのは5番の指針、私の心っていうところですね。簡単に言うと皆さんの頭です。そこで考えているわけですね。毎日そこであれやこれや考えて判断して、その結果が肉体に反映されて、肉体で食べたり飲んだりね、動いたりあれこれしてるわけなんですね。それで幸福は一番のセルフに気づいて、それと共にあることしかないのに、なんでじゃあ人はそういう肉体で外に向かってばっかしいるんだろうって、そういう疑問が出てくるわけですね。僕たちも肉体をこの沖縄に運んできたわけです。飛行機に乗っけてね、運んでもらったわけですね。なんでそんなことするんだろう。わざわざ8月に暑い時に なんで沖縄に来るんだろうってね。北海道ならまだしも 沖縄に来るわけですからね。予約センターが札幌にあったんだから、札幌を選んで秘書でもすればよかったんじゃないかとも思うけど、札幌の予約センターからね、沖縄の方に手配してもらって、10人ともね、飛行機に乗ってやってきたわけですから、なんでそんなことするんだろう。で、僕らには目的があったわけです。今回その5番の自分の心を1番のセルフの方に向けることだけが幸福への道であるということの学習のために来たわけなんです。もちろん和歌山県ででもできたことですが、生食、生食中心の食事の問題などとの兼ね合いでバナナ園も見学できるし、いろんな理由があって、その修行に役に立つ食事法ですね、あるいは衣食住の問題を一緒に学習するために、家を離れて、皆さんが家庭を離れてね、沖縄ならよほどのことでもない限り電話来ないでしょうから、皆さんの取り巻き環境から切り離されてここにいる。そして2泊3日とか3泊4日じゃなく、1週間も自分のその5番の指針の頭に幸福への道とは何かっていうのを叩き込まないといけない。それには遠く離れたところで1週間ぐらいの方がいいだろうって僕は考えたんですね。ですから幸福への道、あるいは今回もこの世に生まれてきた目的は、5番の指針、頭で1番セルフ、あるいは幸福そのものって言ってもいいですよ。現象現っていうとありがたくないように思うかもしれませんが、セルフっていうのはね、幸福そのもの、あるいは幸福100%、果汁100%って言うでしょ、世間では。だから幸福100%とか
至福って言ったら幸福 100% のことですよ。幸福が至るところですから幸福 100%、ね、セルフ現象源っていうのは幸福 100% で、5番指針はどうかっていうと、まあ幸不幸あるいは苦楽ねの混合、まああんまり良くない油だよ、混合ガソリンみたいなもんで、混合油みたいなもんでね、質の悪いやつね、そんなもんです。頭っていうのは、体っていうのもそうです。年取ればねガタが来るしね、あの機械と一緒ですから、体っていうのは耐用年数があるんです。こういうクーラーみたいなと、なと一緒でね、パロマのガスみたいなもんで危ないんだよ体なんて、胃袋なくなったりね、肝臓ねだいぶ切られたりとかね、腎臓一つ取られたりとか、そうするんだから。ですから一番の幸福 100% から外に向かえば向かうほどね、不幸になっていくっていうことです。なのに人は9番の外に青い鳥があると思ってね、外へ外へと快楽の対象を追い求めるんですね。それでまあ前に、僕は知らなかったことですが、岩井さんの日誌を見て、前川さんがバナナ食べる練習しててね、半分食べれるようになったって嬉しそうな顔してたって書いてあって、今回食べられるようになったのって、半分は食べられるのって聞いたら、いや美味しいものなら1本でも2本でもって言ってるからね。でその辺なんでかなって思ってたら、その昨日ね、そっちの方のソファーで3人で座っててお話を伺ってたら、その小さい頃お母さんの背中におぶさってて、お母さんがバナナのを与えて、そしてバナナを食べてるうちに、まあ胸とお母さんの背中あたりで圧迫されてたのか、喉に使えさせて吐いたっていうような幼児体験があったっていうことを初めて伺ったんですけどもね。それで幼児の頃ね、まあ前川さんの記憶にはなくても、あるいは誰でもあってもね、記憶になくても辛い体験をするとそれに対して拒絶反応は残ります。拒絶反応が7の原因体のね、記憶の中にね残るわけです。それでまあ、心理学の方ではね、顕在意識、潜在意識、無意識とかって分けますが、皆さんの5番の指針っていうのは普通顕在意識と言われています。5番の指針、顕在意識、今考えれば分かるようなことね、まあそれが顕在意識。いろんな分類法あるんですけれども、それで7番のところはね、熟民原因体って書いてあるでしょ、そこは普通無意識と言っています。無意識、じゃあ潜在意識はどこに当たるんだっていうと、まあ7番のところに当てる人もいるけれども、無民生命体ってあるでしょ、その生命体っていうのが普通は潜在意識というのに当たります。これは学派などによって分類の仕方が違うので、他にも分け方はあるんですが、まあ僕たちは普通目覚めている時の状態を顕在意識と言って、夢見ている時の状態を潜在意識と言って、その夢や考え事の元になる記憶のところに無意識を普通は当てています。分かりやすいかと思いますがね。そうすると今の前川さんが小さい頃バナナを使えさせて、大きくなってもバナナに対して拒絶反応を示していたというのはどこに保存されているかっていうと、原因体の記憶、無意識のところに保存されている記憶あるいは実験ということなんですね。でそれを前川さんとエリちゃんが結婚するときに、前川さんのお母さんがエリちゃんに
うちのはバナナが食べられないんです。そしてどうしてかっていうと、こう今話したような体験があったからと、エリちゃんに説明してくれたので、エリちゃんは5番の顕在意識で、なるほどそういうことなのかって分かったわけですね。それでまあ今回リトリートあって、まあ前川さんどれぐらい食べれるようになるのか多少心配してたのでね、パインとかパパイヤとかなんか他の買わなきゃないなって僕は思ってこっちにやってきたの。そしたら食べられたので、まあ幸いだったんですよね。それで普通はね、前川さんみたいに簡単に解決できなくて、小さい頃に拒絶したものはその人を普通は一生支配します。ですから皆さんの好き嫌いっていうのはね、三つ子の魂100までで、その記憶にない3歳までの頃の愛憎が7番のね、実家っていうのは執着と一緒で、それの 70-80% を占めています。ですから3歳までで皆さんの人生の 7-8 割はもう決定しているっていうことです。で、普通の人はそれを修行で変えようとはしませんから、そのまま大人になってボケて死んでいくので、それがまた次で出てきます。ですから同じことのね、実験を繰り返して人間って生きてるんです。生まれ変わり死に変わりで進歩するかっていうと、そんなことないんです。さっき食堂で家内の母のことを話してたでしょ。同じようにね、ひっつき虫ならひっつき虫の人生を繰り返していくだけだろうと思います。で、ある時なんかビッグチャンスが訪れて、生き様を変えることができるような出会いがあると、それが良き後輩にあたって、次はいい方、おいしい方のキュウリに近づくようにちょっと改善される。で、改善を積み重ねていくと、ついにはいつかプーンジャジーとかラマナ・マハルシみたいに、あるいはポール・ブラントンさんみたいに、ね、なるわけなんですね。で、悪い方に行くと、まあね、世間を騒がせているような人たちのような一生になるわけです。ですから、何に出会うか、何を選び取るか、人は選び取ったものになるっていうことですから、出会ってもね、何を取って何を捨ておくかって、それが大切なんです。出会いは何十年も生きてればいろいろありますでしょ。皆さんもいろんなヨガの先生たちに出会って、でヨガバーシティでに来て僕に出会って、いろんな出会いがあります、ヨガだけでも。だから出会って何を取って何を捨てるかっていうことですね。皆さんは最後まで残ってくださったけども、元の木阿弥でサホダヨガに戻っていった人たち、沖ヨガに戻っていった人たちの方が圧倒的に多いです、数の上ではね。あと木村先生のとこに行った方たちとか、関わって他に行ったり戻った方が多いです、全体としてはね。ですから、それはその人たちの欲望に従って、臥薪犬のサホダヨガを取ったり、欲望の慶先生のところを取ったり、あるいはまあ言いやすいし、戻ればヨガ教師で幹部なんだしっていうところにね、戻っていく人もいるし、あるいは元に席を置いたままヨガバーシティから知識と教材だけ取って、元の団体でビジネスしている人たち、それもたくさんいます。だから、それはその人たちとしては、その人のたちの業としてね、実家として、まあ選び取れるものだけ取って、あと生き方を自分で決めるって、そういう生き方ですね。最終的には選び取る自我を無にするのが幸福 100% の道です。選び取らざるを得ないっていうのは、まだ業が残っているということなんですよ。取捨選択できないように自我をね、取捨選択するのは自我ですから、それを解消するのが一番すっきりして幸福 100% になる道なんですね。そこよろしいですか。それでエリちゃんから今質問あったのは、その前川さんの場合には、自分のね、伴侶の前川さんのことのバナナの件は分かったけども、
自分にもそういう自分で気がついていない好き嫌いっていうものがあるんじゃないか、それをこのセルフ使いと照らし合わせてどのように理解したらいいのかっていう大変いい質問ですね。それで方法は、まあ一つには瞑想すること。そうするとじーっと黙ってようと思うと原因体から実験がふつふつと湧き上がってくるんです。あれしてこれしてこの世界に吸盤の方に目が行くっていうことはそちらに向くっていうことで、7番に目を向けるんじゃなく吸盤に目を向けることになりますので、7番の方には気づかなくなります。あの目を皆さんがね南に向けたらさ、北の方のことを見えなくなるでしょ。向けた方のことに気づくわけでしょ。ですから注意をどちらに向けるかっていうことです。それで自分のね7番の記憶実験に気づくためには5番で息の観察をするか、あるいは対象を一つ決めて、例えば眉間とか胸の中心、自分自身の何かに注意を向ければいいんです。そうしたら7番の記憶実験が考え事として蘇りやすくなるんです。それをね9番から外に向けるとねダメなんですよ。外の情報を取り込もうっていう働きで頭いっぱいになるから、7番の方に目を向けるゆとりがなくなってしまうんです。そういうからくりがあるので、座禅でもヨーガでも7番の記憶実験がよみがえってそれに気づくような集中のさせ方を昔からねマスターたちが教えてくれてきてるんです。ですから9番肉体は別にして、その3、5、まあ2は別にしてね、ちょっと自我の開閉状態、3、4、5、6、7、6もまあ別に放っておいてもいいですね、7、8、その辺に気づきやすくするためには9番の方に目を向けないっていうことです。瞑想すること、そうすると7番の記憶実験が5番の方によみがえりやすくなる。もう一つは皆さんが書いたような私の回想を書いてみて、私の回想を書いて半年ごとに見直してみるっていうことです。書いた時にはね、まあ結構書いた、全部書いたぐらいに思うんですが、半年もするとね自分の書いたものを見るとね見落としがあるのに大体気づいていきます。全部気づかないからまた半年経ったらってやっていくとね、だん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 見落としていたのが見えてくるし、その間に今回やったような瞑想すればね、シャバーサナして息の観察とかやっていけばね、その間にも記憶実験っていうのは蘇ってきますから、そういえばああいうことがあったって私の回想で抜けているところをこう埋め合わせできるんですね。加藤さん一遍終わったっていうけどだいぶ抜けてるんですよ、僕の目から見たらね。だから加藤さんに言ったの、半年ぐらいしたらね見直して抜けているのに気がつくはずだから、そしたら回想の本体自体を書き足していって、そしてそこにまた引用して考察書いてみたらいいって言ったんです。一遍終わったと思ってもねだいぶ抜けてるんですよ。だって何十年も生きてきたのにあんな短いのに詰まるわけないでしょ。もちろん全部詰めるわけにはいかないんだけども、自分のまあ何のためにそうするかって言ったらね、その幸福 100% を味わうためには忘れているのことの中にそのつっかえになっているものがたくさんあるではありませんかっていうことです。おそらく回想しない方のことにつっかえがあるんですよ。潜んでいるもの、latent tendency で潜んでいる傾向ね、自分の足を引っ張って足かせになっているのはまだ皆さんが気がついていないことの方がまだまだ多いっていうことです。気がついたものはもちろんつっかえになってるでしょうけどもね、 言うならばねその7番っていうのはね
広い大会みたいなもんです。そこに皆さんがドボーンと瞑想で潜り込むでしょ。潜り込んだってね、海の底を何やるか全部調べられないでしょ。酸素ボンベ持って行って1時間調べたって太平洋の底全部調べられると思います。ですから皆さんが改造に書いたのは氷山の一角の一角の一角ぐらいでね、まだまだたくさんあるわけなんです。ですから瞑想と私の階層の自己改定だね、自分で改定していくのとで、自分の中にこんな好き嫌いの元になる体験があったのかってだんだん気がついてくるんですよ。なかなか思い出そうと思っても思い出せるもんじゃない。僕の場合に恐怖にはなってないけど、前川さんたちに話したけどね、小さい頃に箸でふざけてね、喉をついて出血して箸が取れなくなって、両親が病院に担いでくれて、箸折れたの取って出血の手当てしてもらったっていうけど、全然記憶がないんですね。それで僕箸使うの怖いかっていうと、それもないからまるっきり何も覚えてないわけね。両親がそういうこと話してくれなければ、その3歳までに自分がどういうようなことをしてきたかわからないわけなんですね。でも瞑想していくと、その3歳以前に僕がどういうレイタントテンデンシー、潜んでいる傾向を持っていたかっていうのは、今の自分をやってきたことを見ればわかります。興味あったのはおそらくスポーツ、それから芸術ね、あと語学、もちろん異性にも興味ありました。あと修行何遍かっていう、ずっとチャレンジして途中でうまくいかなくて突っかえてた部分があって、でそれを今生やっとラマナ・マハルシのおかげで乗り越えられて、また一歩前進してるわけ。そういうことをやってきた、音楽もやったしスポーツもやったし、その他詩を書いたりとか語学もだいぶやってきたし、語学の才能はあることにあったんです。大学の時に研究室に残ってやってくれないかって言われるが、スペイン語はできたんです。スペインに行っていろいろ電話で友達から頼まれたことを話してて、とバーにいるスペイン人が、お前よくそんなに我らよりスペイン上手なスペイン語喋れるなって感心したぐらい、僕はスペイン語には才能あったんです。ですからおそらく中南米圏でバナナ食べれるようなところで生きてた可能性はあるんですね。それで僕の中に南国に対する憧れとか、スペイン語とかサンスクリットみたいな音の響きの言葉が好きなんですね。英語なんとかドイツ語フランス語よりもね、スペイン語とかサンスクリットとかイタリア語とか、ああいう明快な発音する言葉への憧れが強くて相性が良かったんですね。そう考えるとね、まあ日本国内では自分が住めるところは本来は沖縄か種子島しかないなってはだいぶ前から思ってたんですね。でなければ中南米とか南インドとかね、そんなところに、どうも仙台ではなかったなって、水田さんの千歳と千田の絵でね、舞い降りる時風向き台風変わってね、多分間違って仙台の方に流されてしまったんだよ、うん、おそらくね。それが僕の業だったんでしょう。それで皆さんにとって一番いいのは、その瞑想を実習を積み重ねていくことと、私の階層の見直しをしていくことっていうね。それでね、エリちゃんが私の階層を見直していくと、まああれこれ書きたいしたいこと出てきますから、でこういうことがあった、こういうことがあった、そして聖典からね関連ありそうなもの一つ二つでいいんですよ、引用して、で考察を書いてる時にまた思い出すんです。これがそうなのかってね思い当たることあるでしょ、うん、そうやっていってから、そうするともっと気がついて、そしたらそのもっと気がついたことをもとにして、さらにもっと関連性リンクがね生まれてきて、今の私の執着の実態はこういうことの積み上げた結果なんだってだんだん見えてきますから、だんだん見えてきます。よろしいですか今のは。今のエリちゃんの質問に関して、自分の中にあるその実家ね、記憶実家7原因体、無意識の記憶実家をどう発見したらいいかっていうので、
答えは皆さんにとって一緒ですから、瞑想と私の体操の改訂、それでいけますから、やっていってみてください。まあ、これは修行だと思って一生ね、公表するどのこのって、それは全く関係ないことです。僕が皆さんに書くように言ったのは、自分に確認させるためですから。っていうと、なかなか書かないんですよね。だから書いてみればってね、みんなのね、あるいは自分のサイトでね、アップロードしてみれば、アップロードするには書かないといけないですね。だから書くときに自分に確認できるから、アップロードしてから確認するんじゃなく、アップロードする前に確認できるから書いてみればって言ってるんです。まあ次ぐらい、水田さんぐらい仕上げていくのかもしれませんから、他の皆さんもね、加藤さんの参考にしてやっていってみてください。水田さん毎晩夜になんか見直しして日誌にね書いて見直ししておられるみたいですから、まあいずれ何らかの形で、全部できてからじゃなく連載方式の方がいいですよ。全部できてからって言うと、また構えすぎていつになるか分かりませんから、来年の春の病気でまた入院するかもしれないからよろしいですか、他の方、今の件に関して。まあ、これはね、自分よりも他の人が、その人が気がついていない実験ね、に気がつく場合もあるんです。人事ですから、自分事はなかなかわからない。こう人事として見るとね、気がつくことってたくさんあるんですよ。それは夫婦でしたら、お互いに、喧嘩しないようにして話し合っていけばいいし、友達同士だと、遠慮しながらね、私はこうなんだけどって最初自分のこと喋らないといけません。あなたはこうだってやるとね、喧嘩になるから、私はこうなんだけどどうですかっていう感じでね、お互いに話し合っていってみたらいいの。お茶でも飲みながらねまあみんなで公式の場でやりましょうって、そういう堅苦しいことじゃなく、畑ででもね、お茶飲みながらでもね、悩み相談ぐらいにしてね、お互いに話し合ってみたらいい。ちょっと相手の発言から自分が気がついていないことに気づかせてもらう場合が結構あります。よろしいですか？だから大事なのは、その7番のね、記憶実験のうちの実験ね、執着のまんま残っているエネルギーね、記憶エネルギー、それをどうやって解きほぐせるかなんですよね。だからそれはどうやってできるのかっていうと、目を外に向けて吸盤の外でいろいろ体験するでしょ。学校、友達と遊んだりとか、学校とか、それから会社、市役所、エッセテラ、外の世界でね、いろんなこと体験したのが、外の世界との絡み合いがそこに溜まっていくわけなんですよ。皆さんが外国旅行してお土産ね買ってくると、貯めるって持ち帰るのは自分の家でしょ。ですから皆さんの家みたいなもんですよ、7番原因体はね。蔵、記憶の蔵なので、像式とも言われています。無意識はその式残してね、像式、蔵の式っても言われるでしょ。蔵式、荒屋式とも言われるのでね、すさんでるから僕は別の字で荒屋式って言ってるんです。荒屋式にね、お土産たくさん詰め込んだと思って、ガラクタの荒屋敷なんですよ、そこ。お化け屋敷でもあるしね。でもそこが一番そのセルフに近いところなのでね、セルフに向かおうとすると7番からは亡霊がたくさん出てくるので、みんな怯えてなかなか入っていかないんですよ。嫌がるんですよ、そっちに入るの。でもそれなしにはね、ポール・ブラントンさんが体験したようなね、至福と一体になる経験なんかできないんだから、自分の荒屋敷に入っていって大掃除しなきゃないですよ、残念ながらね。よろしいですか、その件に関しては。それで、その、先ほどおっしゃられた瞑想することで、長い間、やはり長い時間瞑想しないと、その一番には向かない。いや、積み重ねていけばいい。何度も言いましたようにね、
瞑想の成果っていうのは集中力×時間の積算ですから、集中力、5分なら5分集中力、集中 5分かける自分が集中力って言っても、集中力の内訳は雑念モードがわーわーでしょ、うん、ですからそれ少なければ少ないほど、集中力の質が良ければいいほど、例えばね10分瞑想するとするでしょ、そして集中力が10、その要するに雑念モードなしで本当に集中できたっていう人は10×10 の100ですよ。で、20分瞑想した人がいたとするでしょ、あるいは座禅。ほんで集中力が1、要するに考え事9で集中できたのは1しか、1割しかなかったとすると20でしょ。ですから10分で、まあ、100% 集中した方の結果は100点。だから20分を1の集中力でやった人は20点。そういうふうに考えて、集中力かける時間かける集中力、集中の質ですね。ですから長くっていうことではないんです。積算結果ですから短くていいということでもないんです。ですから朝から晩までずっと瞑想して手放し最初から知ってた人間、僕はそうやってましたから、それは瞑想進むでしょう。それでいろんな体験するわけです。光見たり音聞いたり幽体離脱したりとか、あるいはどっか知らないましたが、毎年半年ぐらい耳から、耳って、僕が耳から聞いたっていうのはね、僕は知ってるんですけど、耳から聞こえてもね、聞こえてきたのはそのセルフの周辺にいるどっかのマスターですけどね、内から聞こえてくるのが、聞こえるのは聴覚なもんですから、耳で聞こえたように思ってるだけで、こうやってるとね、奥から誰か知らない声で、なんか知恵の言葉を、わけのわからない言葉で喋ってくれるっていうのは、外から来たんじゃなく、その僕が仕切ってる原因体じゃなく、仕切らない宇宙の原因体ね、宇宙規模の無意識からセルフの代理者が何かを教えてくれたっていうことでね。ですからまあ実感は長ければ長いほどいいんですけれども、まあ皆さんができる範囲内での長さっていうことでしょうね。まあ集中力はできる範囲内でのって、妥協しないで質を高めるところを狙ってください。思いの手放し、思いの切り替えはね、自分の努力以外の何物でもありませんので。だからこのセルフ使いで分かんないことあったら何度でも聞いてください。そして何度でもね、確認してくださいね、自分でね。私の回想覚っていうのは、その皆さんの7番の原因体に溜まっている記憶を、皆さんのね、僕たちのためじゃなく、皆さんの5番の指針にはっきりさせるっていうことですよ。アップロードするのが目的じゃなく、5番の指針にね、自分自身にはっきりさせるっていうことですよ。ぼやーっとしてるわけですから、そこでどう判断しているのかっていうことなんですね。だからさっき冗談半分にね、水田さんの長男さんの話、ストレスどうのこうのって、まあストレスもそれほどでないのかもしれませんが、気がついてみたら胃袋がなくなっていませんでしたかって、大監督が、私はそういう病気、他の人は長嶋さんやね、いろんな人がなっても、私だけは、自分だけはそういうものに、その健康以外の病気に関係ないと思ってたっていうけど、僕が見た限り大監督っていうのはシワが深くて、苦悩をだいぶ体験してきた人ですね、大英の監督になってからね。だからあれからです、最低5、6年から7、8年のストレスは溜まってて、そんで胃に癌ができてたわけなんですね。腫瘍って言ってたけど、僕はその発表聞いた時から、あ、癌だってかなり言ってたの、これね。あれだけ慎重に報道発表するのはもう癌に決まってるんです。ですから本人っていうのはなかなか気がつかない間に溜まってて、気がついたら胃袋がありませんでした、気がついたら半身腸さん半身不随になっていましたって、気がついた時ではもう遅いんですよ。それでまあ水田さんの長男さんが、まあ50ぐらいっていうことは、
まあ働き盛りですね。男は50代で一番仕事ができると言いますからね。それで、まあ例えば定年退職まで、まあ、10年ぐらい働いていたとすると、働くとするとね、おそらく、まあ、1回を12、7回紹介を、あるいは頭痛、まあ、水田さんのところは、水田さんもその先からね、先祖から頭痛の、系譜、それも遺伝子ですから、ゲノムですから、もう肉体レベルで受け継いでるんですね。中丸さんとかもそうです。中丸さんが勝手に頭で作ったんじゃなく、そういうゲノムを母方から、父方からも もちろんありますが、大体は普通母方からいろんな多くの遺伝子を受け継ぐんです。母方には父親もいれば、お母さんもね、父親もいれば母もいればって、母方っていうから女性だけっていうことじゃないんですよ。遺伝子はへその緒でつながってる母方から受け継ぎやすいんですね。プラス自分の素質ね、うん、それが絡み合ってどん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 なっていって、人間って病気だらけでしょ、ほとんど。かないと僕みたいに30年40年近く医者知らず薬いらずでっていうのは、まあ普通はないですよ。夫婦二人で医者とまるっきり関係ないっていうのは今では珍しいぐらいです。それぐらい薬、注射、あと検診なども世話になってるでしょ。僕ら検診すらしたことないしね。50過ぎると医療の成人病の無料検診ですからって毎年来るけど、10年毎年断ってるのね。検診受けるから病気になるんです。あれは病人を発掘するための検査ですから、うん、そして医療費をわざわざ高めるためのシステムですからね。ですから皆さんの7を5にね、どうやって露出させるかって、それが一番問題なんですよ。7をね、5番にね、5番のスクリーンに全部映せたらね、それ一切がさえぶん投げることができて、そしてスカッとスッキリ、あっけらかんなんです。空っぽになるから、無空になるから、それがね。ですからよく宗教で空とかなんとかって言うでしょ。何が空なのかね、その最終的には自我が空になればいいんです。無我とか空我っていう言葉がありますがね、あるいは虚我っていう言葉もありますけれどもね、ラマナ・マハルシは破我、我をぶっ壊すっていうようなことを言ってますね。でもそれ直接的にはできないので、その7番の記憶実験、それをなくしていって空っぽにする。汚水よね、開け、台風の後大変でしょ、家浸水するとね、まずは水開けてやって、それから畳上げて干して、洗って干してとかってやめがないでしょ。まあ皆さんの原因体はハリケーンの後のね、まだ掃除が行き届いてきてない泥だらけの空き家みたいなもんでね、荒屋敷なんですよ、うん、それをきれいにするの大変でしょ。引っ越した方がいいわってね、荒屋敷なるけど安くさんに新築、あ、売った方がいいよなって言われると何がなのか分かんなくなるでしょ、うん。新築でもそこに住むのは2つの荒屋敷ですんでね、うん、そうするとさっきの話で水田さんに言うと、もう奥さん心配して、俺は子供、うちの子供には3人子供がいるんですって、その世間頭で何を心配してるかというと、9番のね、肉体とその世界でとの関わりで自分の子供と孫ですね、それが路頭に迷うって、そう心配して、そうしか考えられないですって。で奥さんはまだね、9番の外の世界のことしかね考えられないから、その辺はね、広蔵さんが頭では理解できるから、もうちょっと説明してもらったらいいですね。メイドの土産だと思ってね、これは皆さんにとってメイドの土産ですよ、セルフ使いっていうのは、うん、そうは進めたりしなくていいんですけども、ただ理解はした方がいいですね。だって幸福、息子さんであってもね、孫、お孫さんであってもね、幸福になるためにはその一番幸福 100% と一体になるより他ないんです。で今は息子さんもお孫さんたちもね、まあ水田さんだけがちょっと頭で分かりかかってきてるけども、
その他の水竹の人たちはどこを見てるかって言ったら、キューバの外の世界に幸福があると勘違いしてるわけですから。水田さんたちだけじゃなく世間の人みんなそうです。キューバの外の世界にしか幸福の対象はないって思ってるんです。で、幸福は対象となるものではありません。対象のないものはたった一つ、一番のセルフ、それには対象がないんです。その他には対象が全部こびりついてるんです。皆さんの記憶実家っていうのは体験記録ですから、体験するためには何らかの対象と関わったわけです。ほんで自我、自分っていう限り他という対象ができてしまうわけなんです。私の心っていう限り、これは私のとか私はっていう限り、第二印象第三印象ね、あなたとか彼彼女って必ずいるわけなんです。たちの夢の中でも自分がいるから他人がいるでしょ。全部自他があるんです。6番の感覚器官で見るもの聞くもの見てごらんなさい。全部他という対象だから。9番の肉体、この皮膚の先、全部他でしょ。皮膚の内側だけを自分って思うのが我心権ですから。ですから1番のセルフだけが対象を持っていないということはね、幸福 100% というのは対象がないっていうことなんです。無対象だっていうことです。で、自他不二、それがあのマハルスたちの教えの代名詞ですね。アドバイトって言いますか、自他不二、自と他はないっていうことです。あるいは不二一元、二つならず一元、たった一つしかないんだ。それを分けるのがその自我という働きです。私はという思いね、私という思い、自我、それをなくせば対象のない幸福 100% になりますよって。それは真理を確知した人の共通した教えです。だからそこに行くための実習法をシャバーサナしてもらってやってるんですよ。あのリンクさせてくださいね。ヨガバーシティであの皆さんに伝えている実習は全て一セルフ、幸福 100% をどうやって発見するかって、それだけのことですよ。発見っていうからにはもうあるんですよ。ないものを発見できないんだから。英語のディスカバー、覆っているものを取り払うんですよ。ディスっていうのは覗くっていう意味ですから。カバー、シーツカバーとかってありますでしょ。カバーを外せばね、正体が見える。まあ、その辺で誰かに行ってて、誰かゴロンとなってて、中村さんが、まあ今日は寒いからシーツ全部かぶせてやってみて、誰かこううずくまって出てるけど、僕ら外から来てこれ誰なんだろうって分かんない。ディスカバー、シーツを外せば、あ、水田さんだったって分かるでしょ。外さないとね、誰かなって分かんない。住人で入ってきてシーツかぶってておかしいなと思ったら、誰か殺されてそこにいたとかってね、それも外してみれば、あ、僕らじゃないってわかるでしょ。だからカバーを外してみないとわかんないでしょ。それで皆さんがね、自分のことわからないのは原因体の記憶実家をね、自我がパタンと全部覆ってしまうからわかんなくなるわけです。カバーをしてるんですね。で、覆い、覆う、光を覆うから無明っていう状態になるんです。一番は明かりそのものね、光明そのものです。で、マハルシはランプで描いてみせたわけ。光明だから光明に表現してくれたわけね。それを覆うから見えなくなるわけね。で、覆うのは何かって言ったら無知だって、まあ、ストレートに言う人たちもいるけれども、まあ記憶実家だっていうことです。お前アホね、無知って言うとアホとかバカとか、東北弁、東京以北だとね、とバカ、関西だとアホっていうことになるから、そうじゃなく、もっと科学的に言うと記憶実家です。それがカバーですね。それをディスカバー、外せばいいわけなんですね。まあからくりとしては大体そういうことなんですけど、で、体験はそのポール・ブラントンさんとかパーパー・ラーマダサのね、そのセルフを確知する過程とか、確知するとどうなるかとかね、あの
幾人かのマスター方がね、話したり書いてくれたこと記録残ってますから、まあ皆さんの瞑想が進めばそういうのが参考になるでしょう。進まないと読んでもあまりにも程遠いので憧れでしかないしね、あんまり参考にならないかもしれません。で、光が見えるどうのこうのっていうのは具体的にはまあこれも程遠い話だろうとは思いますけれどもね、皆さんが霊視能力とかそういうのをつければですね、どうなるかっていうのはまあ瞑想していくとね、こっちに瞑想している人見えますかね、これ肉体です、瞑想している人ので、ここに頭の方にあるのがその生命体、生命体、うん、でそこの光も見えてくるし、そしてもっと奥に入っていくとこの原因体の自分が見えてきます。まあこう考えたらいいですよ、肉体の自分で、夢の中でも自分と思ってるでしょ、で生命体の自分、それから原因体、まあ自分が体験したことが全部溜まってて、それを自分とみなす。そうすると肉体の自分とね、生命体の自分と原因体の自分って三つの体があるって昔からインドで説明しているんです。肉体でしょ、あるいは粗雑体とも言います、目で見えるのでね。生命体、それは目で、感覚器官の目では見えないので生命って言ってる。で、生命が現れる元になるので原因体って言ってるわけ。その三つを確認できるようになります、瞑想で。こういう図解で確認するんじゃなく、瞑想で自分のうちで自己確認できるっていう意味です。そしてそれはどのように最終的に原因体がどのあたりで確認できるのか、確認の場なんですが、心臓があるでしょ、で胸の心臓は左側ですが、そのやや右寄りにね、まあ、白い光となって、個人レベルでは発見の場が心臓の胸の中心のやや右寄りで確認できるという構造になってるんです。構造、それがセルフじゃないんですよ。セルフがそこを通って個人に反映しているので、ちょうど大月さんがあって千枚の田んぼがあったとするでしょう。そうすると月が全部千枚の田んぼにね映るでしょう。あるいは池、水たまりでもいいですが、一つ一つに月が、あるいは光が反映するわけです。で、反映する場があるでしょ、田んぼこうあって月が全面に映るわけじゃないでしょ、映る場があるでしょ。それが人間の場合原因体で、原因体はどこかっていうと、場は特定、こう解剖学では出てこないんですけども、解剖学では肉体しか出てこないから、瞑想していくと頭の方から胸の方に、原因体の方に入っていって、そうして胸のやや右寄りあたりでそれを確認できるっていうことで、これが魂ですかって、坂本さんがしつこく僕に聞くので違うって言うんだけども、魂の科学でそう言ってるのでね、魂の科学はセルフの理解のために大いなる、ね、誤解を呈して悪い面もあるって僕通りんで何度か説明したんですよ。まあ霊視能力がある人の場合そうですが、それなくても構いません。ここでね、心臓の鼓動とは別に鼓動が聞こえる、それをラマのマハリシは16の時に体験して、肉体なくなるまでその鼓動から離れたことはなかった。セルフがね、You are self、 お前はセルフだ、お前はセルフだっていうようにね、ドクドクドクって、まあ、鼓動を聞かせてくれる、その音をオーンって言ったんです。インド人たちはオーンって言ったんです。それから離れたことはなかった。その確認できる場をラマナ・マハルシはハートって言ってるんです。ティク・ナット・ハン先生が言ってるハートとは別なんです。ハート、それをサンスクリットではフリダヤっていうので、般若心経はそのことをも教えているので、フリダヤスートラ心経っていうんです。
心のお経とかそういう意味じゃないんですよ。フリダヤっていうのは真理を確知するためのお経っていう意味です。フリダヤ、ハートね、ハートでいいです。カタカナでフリダヤでもいいですが、それはハート。その場合のハートは原因体とともにある皆さんが持っているセルフ使いのランプのことなんです。そうしてさらに霊視が進むと、それがどんな生き物にもね、犬であれ、まあ瞑想している人であれ、盆さんであれ、その他の動物であれ、その原因体に宿っているっていうのが実際に見える、あるいは分かるんです。ですから全てはセルフ、ユアダセルフ、全てはセルフ、オーダーダセルフ。でラマナマハリシたちはそういうことを知ってるので言うわけです。あなたは誰ですか、カズコ・ヤス・フクなんて書いてあるまだマハラシに会って会いに行ったとすると、それはあなたの名前でしょっていうわけ。あなたの名前はあなたですかってラマのマハラシが聞くと、うーんと考えて、いえそうではありません、私はこの体ですって言うと、じゃあその右腕一本切ったらあなたはあなたでなくなるんですか、いや右腕一本切られてもその他の体は私ですので、そういう問答があったとするでしょ。実際にあったんですね。で体ではない、それから頭でもない、それでは Who are you ってマハリシがあなたは誰なのですかって聞かれると答えに窮するでしょ。そっから分かんなくなるので、ラマのマハリシの周辺にいるお弟子さんたちがポール・ブラントンさんに、足はね、こうは、まあ、西洋人はアングラでいいから、こうやってね瞑想して考え事出てくるでしょ。そしたらその考え事は誰に起こったのかって尋めて、考え事を追いかけないようにしなさいって、まあヨガワシティで教えているようなダーラナ格則ですね。集中と思いの手放し、思いの切り替え、やっていくと皆さんの意識がその肉体から、岩井さんが好きな肉体から、頭へ、安田さんや加藤さんが好きな頭へ、で僕の嫌いな頭から原因体へってね、瞑想を深まれば、そういう順番で図解見ると、肉体からね、肉体から五番の指針へ、五番から原因体の方へ、そこで辛抱してね、荒屋敷の掃除するとね、一のセルフの方へって引き寄せられていくっていうことです。引き寄せられていく。そしていずれは、私は自我とかは私の心とか感覚や肉体ではなく、私は一のセルフであったって確知する。それがセルフリアライゼーションですね。リアライズ、悟る、実現する、各地現状って訳したことで、皆さんのは現状じゃなく現なりだね、読むと、うん、自我現なりだね真理の各地現状じゃなくね。だから自我にこだわると現状じゃなく現なりしてくるんですよ、いずれ。で元の木阿弥で死んで、また元の木阿弥の資質で生まれてって、だんだん現なりしていくさ、うん、そうならないように、幸福 100%ね、ジュースも 100% の方が美味しいようにね、幸福 100% を求めてください。まあ図解で説明する人もいれば、霊視の方からこういうねイラストで説明する人もいれば、文章で説明する人もいれば、真理は一つ、表現は無数ですから、うん、ということですよ。でそうなると、そういう人はどういう特徴を持ってるかっていうと、世間を見るような目ではない、どこ見てんのか分かんないけれども、着目、静まりと苦悩の影がない、非常に落ち着いた、澄み切った眼差しになるっていうことですね。だからこういうのよく見ててね、朝原さんとか、あの創価学会の池田大作さんとか、目の違いね、見たらパッと分かるように、これとカナのおっさんの目つき違うでしょ。キラキラって光らせて、カナのどれぐらい注文くれるかな、キラキラっていうのとだいぶ違うでしょ、うん、分かるでしょ。だから本物見ておかないといけないね。でもあくどい人見てたら、そばに行ったら、あのカナのおっさんの方が非常に優しい目してるしね、善人ですよ。でも善人とこの眼差しはね、善悪を離れた眼差しは別ですから、だから本物を知らないといけない。
そうやると岩井さんとか夫婦喧嘩の元になるから、これ貼っててお父ちゃんの目どうやろうってこうやるとね、あまりにも違うのでね、喧嘩の元になるから内緒でね、見るようにしといたらいいわ。でこういうラマナ・マハラシのふんどし姿の写真を札幌に講習会にね3年行って、まあいろんなものを置いてて、兄弟他のは売れるんだけどラマナ・マハラシの写真だけ売れないんですよ。皆さんくだんないの買っていかないで、ラマナ・マハラシの写真買って飾っておいてくださいって言ったらね、みんなほとんど女の人たちなので、まあ、何十人かが何回も参加して、だいたい微笑みを生きるをカノさんが400何十冊さばいてくれたぐらい僕の投資家に来てくださったんです。だからこういうのを貼ると主人がダメなんですって、ふんどし姿の男を貼るとね旦那の手前できないんですって、みんな貼るしの写真だけ買っていかなかったの、飾る場所ないから。これぐらいの縦長の A4 ぐらいの大きさの写真だったんですが、なんで加納さんそれ進めないのって言ったら、みんなに加納さんが聞いてくれたら、ふんどし姿の男性を我が家に飾るわけにいかないですって、目を見ろって言ってるのにふんどしをみんな見てるわけ。だからいくら言っても先の奥さんの勘違いと一緒でね、僕は眼差しを説明してるのに奥さんふんどし見てるようなもんだよ。うん。だからいくら言ってもね、刷り込みで分かんないことがあるわけね、伝わらないことがあるわけね。まあそんなもんなんですよ。ヨガバスイティではずっとねこのラマナ・マハリシの教えを噛み砕いてと思ってたんだけども、なかなかね分かってもらえなかったし、10年ぐらい来てても熊谷さんたち分かんなくて、肉体その9番のね臥薪圏に帰っていっちゃうんだから、だから元の木阿弥で一生を閉じて、また同じようにアンポンタンで生まれるんですよって僕何遍も言ってきたでしょ。ボンクラはボンクラの一生を送ってボンクラで生まれ直すんですよっていうことですね。だからそこをなんとかね改善したいっていうよりも、なんとかもっと幸福になりたいと思ったらね、その実家を減らしていく努力をしないといけない、あるいは良きものと交配していかないといけないっていうことです。後輩の判断は5番の指針がするわけですから、皆さんのおつむが頭がするわけですから、後輩しようとそこで意欲を発揮しなければ、意図しなければ起きないんですよ。植物は勝手に虫が仲介してくれるけどね、人間の場合にはじーっとボケーっとしてたらね、蜂が飛んできて、あ、頭良くなったって、こんなことない痛いっていうだけで頭良くなんないからね。自分でね鼻開いて心を開いて、いいものを受け入れて交配して、その良き交配をね原因体に貯めていかないといけないんですよ。たくさん貯めていかないとどれ出てくるか分かんないんだから、雑種が出てくるかもしれないし、いいもの出てくるって、もうたくさんね、たくさんの種子があると思ってください。何千粒って、そこからに手突っ込んでやって、いいの取れるかどうかは運次第だけども、例えばね1000粒あって999粒がいい種で1粒だけ悪いっていうんなら、いい種を取る可能性の方が圧倒的に高いでしょ。で999粒が悪い種でね、悪い種子で1粒しかいい交配をした結果の種がないとなると、千粒の中から千分の一を取り出すのは大変ですよ。瞑想すれば湧き上がってくるのはその999粒の悪い記憶の可能性の方が高いですから、だから半分以上ねいいものにしていく努力しないと、確率が宝くじみたいなもので悪くなるということですよ。いいものを入れていかないといけないですよ。だから努力しないといけないっていうことですね。水田さん5号でもいいから紙にね4コマ漫画ちょっと後で紙に書いておいて、ここに枠書いてもらってね、でここにね言うことメモしてもらって、あと絵どっかに書いておいてもらえますか。ここに高い山とね、高い山とこの麓の方にリュック背負って
高い山をこう指さしている登山者、これから登るっていう登山者、この後方ですね、富士山でもヒマラヤでも何でもいいです、水田さんが描いたあのチトトチタのヒマラヤの山でもいいですね。でこれ後ろ姿で足からなくてもいいです、背中からとにかくリュックを背負って、あの高い山を目指すんだってこうやってるところが分かれば結構です、うんうん、で2コマ目がですね、どっちに行くんですか漫画中のは、こっちですかこっちですか、今はこうらしいですね、僕も。ああ、じゃあそれこれが1ですね、僕らの時代はこうやったんですね、はい、こうですか、はい、じゃあ こうでいいですか、昔の時代でいきましょう。でこれが1号目に登ったところで、まあ座ってね、一休みしてるところですね、山、うん、ちょっと登って、こっちはまだ下の方ふもとですから、1号か2号かに登ってですね登って一休みしてるところですね、うん、で2コマ目でそのリュックを開けて、リュックを覗いてるところ一休みして何か取り出そうと思ってねリュックの中身、これは大きく書いてもらって、リュックの中に、まあ、これ飲み物とか何ぞ入ってるのは、リュック、とにかくリュックの中を開けて一休みっていうようなこと、あと文章を言いますから、はい、絵描いてもらったら、うん、そして4コマ目でそのこれと一緒なんだけども、麓あたりでねひっくり返ってしまってるところ開けて、それを食べたら元の奥髪で元に戻ってひっくり返ってるようなところ、転がりして転落してこうひっくり返ってるところ書いてもらったらいいですから、リュックモード、うん、それを説明してあげますから、なんで修行がうまくいかないのかってね、何を見て開けるとそうなるのかって、もう一遍このセルフ使いで説明したいと思います、大体でですから、うん、まあそんなことをちょっとどっかノートがこういう紙の裏側にですね、これは映るからダメですね、ノートもいいですね、どっかさんにも言います。